失礼します。入りたまえ。君か、何の用だ。この半年間、あなたの身の回りを徹底的に調べさせていただきました。麻薬密売組織に警察内部の情報をリークしていたのは山内署長、あなただったんですね。何の話だ、忙しいんだ。とぼけるのやめてください。その資料を見ればわかるはずだ。これは。だったらどうするというんだね。警察の上層部、そしてマスコミ各社にあなたを告発します。そんなことをすれば君の首も飛ぶぞ。考え直すなら今のうちだ。考え直すつもりはありません。では君には首になってもらうしかないな。ご家族には悪いが、懲戒解雇という形でね。それでもいいんだね。君にはその覚悟があるんだな。全て覚悟の上です。嘘やんか。クビになんかせえへんやんか。やめてくれるかなと思って。ちょっと話しよっかな。なんかお互い譲れる部分ってあると思うねな。ちょっと座って話しよ。なんか飲む？飲みもあるよ。お茶がいい？炭酸がいいか、若いから。じゃあ炭酸飲みながら。失礼します。待ちたまえ。君に一つ教えといてやろう。私を捕まえたところで何も変わらんよ。君が相手にしようとしている組織はそれほど巨大だ。こんなものマスコミに持ち込んだところでもみ消されて終わりだぞ。それでも私はあなたを告発します。殺されるかもしれんぞ。死んでもいいのか。全て覚悟の上です。嘘やんか。もみ消されへんやんか。致命的やんかこれ。どっからねえ、すっごい前からつけてるやろ。俺の髪がまだ黒い頃のもある。なんなんこれ。俺こんな悪いことしてた？ねえ、してたか。ちょっともうこれはもう絶対持ち込まんといてね。話しような。ちょっと座ろっか。このソファすっごい座り心地ええねんで。座ったことないやろな。これ普通にここでもええねんけど、ここにゴローンもええねんけど、この肘掛けの方がな、なんか寝やすいっていうのは結構変わったソファーやねん。うせやん、モテるやろ。ここ寝やすいの、ほんまやで。ちょっと見といてな。こうやってな、こうやんねん。これめっちゃ落ち着くねんな。失礼します。待ちたまえ。調子に乗るなよこの若造が。私が今組織に電話をしたら、君の奥さんと娘さんはどうなるかな。脅しということですか。いや、ただ偶然事故に遭う可能性は否定できん。警察という職業を選んだ時点で全て覚悟の上です。そうか。もしもし、私だ。 WIFI 作戦、今すぐ実行に移してくれ。ああ、やつのか。嘘やんか。かけてへんやんか。一人で喋ってたやんか。ほら、ツーツーって言ってる。ほんで何 WIFI 作戦って。 Wi-Fi やん。なんかもう焦って変なこと言うてもうたやん。やめてや。告発します。もうそれやめてや。なんでそれ告発しようとすんの。告発します。もうじゃあ、ちょ、一回話させて。もうただでさえな。告発します。もう分かったから話聞いてや。最近もバレるかもってストレス、ここにもう俺しこりできてんねんで。ほんまやで、これ。こっちも、ここら辺すっごいしこりできてんねん。嘘や思てるやんな。ほんま、見て、ここ。おかしない？脱いだ方が分かりやすいかな。告発します。もう、そればっか言うてんで、自分。ずっと言うてんで。気づいてないかもしれへんけど。ほんま、そのせいかな。しこり、ここさ。俺、前こんなんちゃうかってん。すっごい出てんねん。
寝っ転がった方が分かるかな。あんな、ここがもうおかしい。失礼します。待ちたまえ。どうやら君には何を言っても無駄なようだな。警察官としてあるまじき姿だと思ってください。今の私のこの姿か。失礼します。所長、所長！嘘やんか、空砲やんか。ちょっと焦ったやろ。話しよう。ありがとうございました。はい、見ていただきました。見ていただきました。告発のネタですね、はい。いや、これはやってて楽しい、ね、楽しいよね、うん、で、これだからキングオブコンの準決勝で一回やってるんですよね。でもその時は多分ここまでの感じになってなかったのか、決勝に行けずで落ちちゃってね、うん、そう。だから当時の超自信作ではあったんですよね。そうそうそう。あと、うん、当時がキングオブコント4分だったんですよね、うん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 、で4分だとちょっと、ね、確かに忙しくなるコントだったんで、間を使わないとダメなコントですからね、うん、だから、まあ、準決でやりましたけど、はい、ちょっとバタバタそうかして多分そこがあんま良くなかったなっていう。今日ぐらいの尺が一番ぴったりなんですよ ね、 多分ね。これさ、うん、ネタ最初ってどういうあれやったっけ。成り立ち一番最初は、うん、ある友達の芸人、うん、これ吉本じゃないんですけど、はい、ある事務所に所属してたある芸人が、うん、その事務所を辞めますって言いに行ったんですって。退所しますと。もう退所しますと、はい。ほんなその事務所の人が、うん、あみたいな、お前辞めてこの芸能界でやっていけると思ってんのかみたいな、ちょっと上から辞めるな的な圧力を、まあ、話したくなかったよな。そうそうそう、辞めてほしくないから、うん、ちょっとあみたいな感じでかまされたんですって。で お前辞めてもええけど、辞めたら干すからな、それでも辞めんのかみたいな、めっちゃかまされて、でその友達の芸人が、いやもうそれでもいいです、やめますって言ったら、その事務所の社長が嘘やんか、そんなホストか今ないやんか。あ、もうパッケージはもうできてる。いや、まるまる俺その話聞いてバーンって浮かんだもん。まるまる嘘やん、そんなわけないやんか。吉本さんだけいかんといてって言ってた。やめてな、吉本さんにすぐ行くのはって。その話聞いて、なるほどな、もう一気に、なんかこの、うん、このパッケージでなんかできひんかなと思って、あ、浮かんだのがこれですね。なるほどね。チャンネル登録お願いします。やっぱ緩急はおもろいね。緩急つけんのおもろいわ。めっちゃかまされたらしいね。嘘やんか。嘘やん。いや、それ無理やろ、もうそこまでかましといて。嘘やんかはずるいわ、その嘘やんかは。そんなことしたらあかんやんか。頑張ったらええやん。頑張ったらええやんかって言ってたらしいですけど。いや、おもろいな。